浜松市浜北区で新しく事業を展開しようという人を支援する活動拠点イトリエが今日オープンしました。どうぞ。イトリエは浜北商工会が浜北の中心街に多くの店舗が並ぶようにしたいと立ち上げました。浜北商工会の村松達義会長は、浜北が紡績で発展したことと、フランス語でつなぐを意味するリエールという言葉からイトリエと名付けましたと挨拶しました。イトリエは広さがおよそ500平方メートルで、起業を目指す人が月額数千円で使える席が50席あり、より計画が具体的な人は仕切りのついた席や2階の個室を月に1万円から5万円で使うことができます。また商談用のスペースを備えているほか、相談に乗る経営指導員が常駐します。商工会がこうしたコワーキングスペースを作ったのは県内で初です。